これね、何回も言うけど、登るのはね、きっと楽なんですよ。あとね、ここ降りるのはね、多分っていうか、大変になってくると思うんですよね。皆さんこんにちは、マサです。今日はですね、カナダアルバータ州のドラムヘラという町に来ています。このドラムヘラという町、何で有名かと言いますと、世界でも有名な恐竜博物館がある場所です。で、その行き道なんですけれども、まあいろんな、なんというのでしょうか、自然の造形物があったりするんですけれども、今その中で一つ、フールトレイルというのがあります。そのフードトレイルというのがですね、今目の前にありまして、こちらになります。これが、フードトレイルというところで、ずっとね、こう階段、今僕の目の前にある階段からずっとあの岩を登って、上まで行けるそうなんですけれども、このね、造形物が有名、なようなんですけれども、上の部分にね、ちょうど石が乗っていて、下がね、削れているんですが、これは、人工的に作ったものではないということで、どのようにできたのかは知りません。じゃあ、上に登ってみましょう。これ。なんか登るところが決まってるわけでもなく、みんなこう結構好きなところからね、登っていってるんですけど。よいしょ。この、ここまでは楽やね。あらあら。こっからなんや、問題は。こっから行けばいいんですか、左から。うん。うわぁ、もうほとんど来た。3分の2ぐらいまで来ましたね。こんな感じですね。結構高い。結構高いですね。よし、続き行こう。よし、行ってまおう、一気に。よし、行こう。先行こうか。多分右からの方が深くないと思うわ。でこの丘登ってそうぐーっとあのこのリッチを上がっていくような感じ。頂上になります。なんかね、ちょっと登っただけなんですけど、ね、息苦しいですね。今からね、問題は降りなんですけども、やっぱりかなり滑りやすくてね、勾配もあるので、ちょっとねゆっくり降りていきたいと思います。さあ無事にたどり着きました。どこまで上がってた。この上、一番上に人がいるところらへんまでですね。
上がってましたね。もう今ここまで来たら降りてきたもんだよね。最後降りたいと思います。